まいせんさん、とっとり太郎さん、なべこさん、ずいるさん、りょうじさん、頑張った、ありがとう。あーさん、くもありがとう。ヒラリンハットさん、セイヤンさん、内側ありがとう。そうね、ゆるまのつけっぱです。アイドルのリリーもよくやる。そう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 、イベントしたいですね。なんか本当はその2期生が昇格したタイミングでなんかできたらいいな、よかったんだよねみたいな話聞いて、あーそっかーと思って。昨日の衣装可愛かった、ありがとう。そう、昨日ドレスでした。いい、こちらこそ。ツイッターとかメールに載せました。うん、優しい店長さん。そう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 、もともと広島の方で、広島のタワレコさんすっごく STA の飾り付けとかレイアウトとかすごい力を入れてくれてて、その方がね、そう渋谷に移動になったということで、すごい明るい方なんですけど、そう、なんか私の名前も知ってくれてて、2期生ちゃんと覚えてますよって言ってて、 STUI に溢れておりますね。うん、本当に私のこと知らないんだろうなと思ってたら、なんかサーヤンって呼んでくれて、え、知ってるんですかって言ったらいや知ってるよみたいな。そう、だからなんとなく渋谷の渋谷のタワレコさんでもちょっと STA のことをだんだんと押してくれてたら嬉しいですよね。なんかだんだんと STA コーナーがどんどんなんか広くなってきたりとかそうそう、あったらいいなって。嬉しいよね、押すわーって。そうです、メッセージも置かせてもらいました。うん、今度訪れた時はね、見に来てください。5階、あ、4階、4階だったような4階だったような気がする。あ、ですよね、4階。聖地巡礼聖地巡礼になってる。快感できたね、アイドル4階ですよ。あら、なんか頑張ったがいっぱい。レッドレーサーさん、ありがとう。東京テスター書くやつがさ、なくてさ、すみません、私でスクショして明日書こうかな。書くやつを持ってきてなかったよ、そういえば。リンさん、オノピーさん、サトシさん、めちゃくありがとう。ナオッキーさん、オールグリーンさん、エイちゃん、くんもありがとう。ヨシーゾンビさん、ゼータンさん、あてないやった。クニヒコさん、ナオナオさん、え、なんかこのなんか年越しそば見たら年越しそば食べたくなっちゃう。
大西くん、レイクさん、ありがとう。白目、白目、何が、うん、ゆっくりしております。うん、だから年越しそばだよ。もう寝る前なんで、超ナチュラル、ナチュラル高尾なんで、なんか今年もう50時間。あ、そうなの。50時間って聞いたら、なんか1日24時間だから、もう3日ないのか。あれ、もう2日あと。ね、エビめっちゃでかい。そう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 、エビなんかいっぱい、やめてやめて、私が食べたいって言ったけ、ありがとういっぱいギフトが、ありがとうございます。みんな、にゃーすけさん、アニオンさん、りょうへいさん、レイスさん、ありがとう、ごめん、ありがとうございます。リクトさん、ウバチさん、ありがとう。これ何、何のこれ、なんか、なんかそば、そばの、そばが丸くて、そのそばの丸いやつの上にエビフレ、待って待って待って、みんな大丈夫、ありがとう食べますね、ありがとうございますみんなありがとうございます。うん、そばがなんか塊になって、なんか丸くなってんだけど、何があったの、ま、え、溶かしてないの、ま、え、そば、そばって溶かさない、あ、エビ、あ、エビ天、エビ天、エビフライじゃない、エビ天、エビ天、ちょっと待って、あ、そういうことか、イラストにしても分かるようにね。そう、なんかそう、丸いそばの上にエビ天乗ってる。ごぼ天も大好き。ありがとう。メトルンさん、シンジさん、エビスさん、ありがとう。なんか私チルゴでいいと。顔が白い。ありがとうございます。ロックオンさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。年末年始ゆっくりできそうですよ。もうこの家に居座りますって、メールに送った感じに、で メールに送ったように、なんかすごいラフな感じにおります。うん、そうですね、7並明日までですね。最後までよろしくお願いします。うん、寝正月だ、私は毎年寝正月だ。ショールーム、あ、ショールームイベントは参加しません。あ、七並べのプレゼントフォーム、明日までなのでお忘れなくということですね。寝だめしなきゃ。でも結構寝たんだよな、今日移動中に結構寝たけど。
お年玉？お年玉は、そうだし、それをメールに書こうと思ったんだ。そう、今日移動中に雪が見れました。雪見ました。すっごく感動して、雪見えたの。積もってて、雪が。名古屋あたりかな。そう、一面の雪景色みたいなやつを、多分初めてぐらいに見ました。滋賀は大雪。あ、滋賀ね、なんか画像で見た。あ、雪かきしてたんだ。画像、そう、いつもなんか雪って私画像でね見てたんですよ。画像とかなんかテレビとか、でしかあんまり見たことがなくて、やっぱり直接目で見たことが多分今までなかったのかもしれんと思うぐらい、なんかすごく私なんか感動したの。すごく一面が真っ白になってて、で時々こうお家の屋根とかに雪が積もってたりして、あ、これよくなんかイラストとかで見るやつだとか思ってクリスマスのイラストとかで見るやつとか、そう、あ、こんな感じなんだと思って、なんか別世界に感じました。違う世界に感じた。でもなんか移動中だったから中は暖かいんで、外めっちゃ寒いんだろうなと思って。雪って食べちゃいかん、食べちゃいかんっていうね。あ、ドリミネージョン広島の、行けなかった。そうそう、ツアー、表ツアーで北海道と秋田行けるから。これお母さんからもらったパジャマなんか家にこういう真冬用、なんか冬用のパジャマなんかなくなっちゃって、多分全部広島の方に持って行ってたんですよ。だからなくて、お母さんからもらった。うん、裏金もです。ありえないぐらいあったかいよって言ってたけど、私からしたら普通にあったかいって感じフ私がいつも着てる裏金も
フリーサイズかな、フリーサイズです。全然いける、なんか色かわいい。何チャコールグレーとかですかね。ね、裏起毛ってすごいよね、あったかいし柔らかいし最高よ裏起毛。ショルムアワード喜んでくれました。なんかこう見たって言ったら、結構こういう携帯で見るから、ちっちゃい画面で見たからあんまり見えんかったけどみたいな。テレビで見たらわかるけど、やっぱりちっちゃい画面だとあんまり見えんかったみたいなこと言った。で見てくれました。まあ反射したら黒に見える、確かに。ありがとうございます。カズさん頑張った、ありがとう。鳥取太郎さん、 F 渋谷さん、ルイスさん、盾様、メッテイヤさん、ベレッタさん、ワンタロー丸さん、ありがとう。弟くん、弟くんもう分かんない。ピンヒール怖いよ、ピンヒールめっちゃ怖いよ。こんばんは。ね、今日静かだね、珍しい。なんかね、そうそう、ずっとそうですね、ピンヒールはずっとつま先出しして、後ろでなんか一本の棒に支えられてるって感じなんで、ふくらはぎがね、めっちゃ力いるから。なんか弟くんに詳しいのじわる。そうですそうです。うん、本当にピンヒール慣れてないから。歩く前に、すいませんちょっと私慣れてなくて歩くの遅いと思うんですけど大丈夫ですかって言って、どんな確認みたいな。だから私絶対ふくらはぎやばいと思ったんですよ。もう絶対ふくらはぎ明日やばいなって思ったんですけど、全然大丈夫だと。いや、ピンヒールでタップダンスしてほしい。もうね、ふくらはぎがね、あ、もう多分動かなくなる。なんか私は本当にコメント言うときらへん、自分がコメント言うときらへんがもう一番ピークだった。うん、もう緊張もあると思うけど、プラスだんだんとその緊張で足をピンってしすぎて、このふくらはぎが硬直なんて固まってきて、やばい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 って。そう、調査一番大事なところ。私はもう足がやばいですって顔してましたね。多分なんか、じゃあ
何々48何々さんって言ってこうレースとかあったじゃないですか。一歩歩いてぺこみたいな。そうそうピンヒール、そうそうピンだからヒール、ハイヒールとピンヒールがあって、ピンはなんかピンみたいなやつ。お辞儀がやばすぎて、お辞儀が私できなくて、もうここまでしかできなくて、お辞儀がその時が一番やばかった。いやいや、お辞儀できない、お辞儀できないみたいな、そうバランスが無理無理みたいな。ST48 高尾沙耶香さんでなそうそう、そんな裏話がありました。ああ、なんで私持ってきてなかったんだろうと思って、自分用に。うん、ありがとうございます。そう、絶対こうなんかステージの前に結構椅子がいくつかあって、その多分ショールームのライバーさんがねこう見守ってくださってたんですけど、なんかその目線が多分どうして私のプルプルに私の足プルプルにを気になってたらどうしようとか思って、配信はもしかしたらこう上半身しか映らないから映らなんか大丈夫かもしれないけど、もし私のこの足にバレてたらみたいなどうしようみたいな思ったりして、やばかった本当に。そういう戦いをね、何分あったんだろう、何分間の間にしてました。そう、足、あの子あ足がプルってるみたいななんか思えたら嫌じゃん。あの子多分ハイヒールなんか結構高いの入ってるけど大丈夫かなみたいな本当に小鹿だった。そうそう、それを思ったらなんかどうしようと思いながらプルプル震えてました。なんか何回もこうなんか立ち方を変えたりして、こういう立ち方がいいのかこういう立ち方がいいのかって、でも足を開きすぎたらなんか変だし、でも足閉じないとなみたいなとりあえずバランス感覚みたいなことを考えてて、今もう一回見てみて、高尾沙耶香さんです ST48 高尾沙耶香さんですって言った時の私の顔をもう一回見てみてやばい顔やばいやばいって顔してると思う。もう一回見たら分かるかも。そう、見返してみたらもう一回見たら分かるやつそうそう、普段履かないからね、全く。公園とかもね、全然見てきて早いね気になるって、うん、もはやいつもは見ないでスタイルだけど、もう見返そうスタイル見せからスタイル。いや別にそんなにめちゃめちゃ見てほしいわけじゃないけど、なんでですか。いや本当に率直な意見ですね。なんでですか。うん、あ、大きく決めた。そう、身長高く見えましたよね。そういうわけがあったんです。
何センチぐらい伸びてかな、10センチぐらい伸びてかな、1、2、3、4、5、あ、5センチ、5、6センチぐらい伸びてかもしれない。10センチのヒールってやばいよね。でももしかしたらこんぐらいあるかも、わかんない。あのその細いやつとかのかかとの部分と合わせたらもしかしたらあるかもしれない、わかんないけど。アバウトいただきました。ああ全然ありがとうございます。フォローもありがとうございます。目線、あ、目線どうだったかな。目線どうだったかな。でも、あ、でも良かったですか。椅子は始まる直前まで座ってた。マイセンさん、タコありがとう。そうだから、あのピンヒールでなんか踊ってる方とかもすごいなって、うん、すごい努力だ。そう、全然全然踊るアイドルさんっていうか AKB さんとかもなんか結構ヒールとかで全然踊ってるし、あー、Perfumeさん、そう、多分普段から空いてたらそう大丈夫なんだろうね。普段から空いてないな、もう私絶対にこけるという自信がある。普通のヒールでもこけたりするから。うん、スニーカーばっかりに、安心安全。あ、そうだよね。すごいすごい。うん、服も可愛いよ、可愛かったよね。それな、いや私今日はあんまりもうキメキメじゃなくてナチュラルなんで全然。スクショしても可愛いのは撮れないんですよ。ユウの目の写真、ユウの目の写真めっちゃさっきもコメントで見た。あれかな、やっぱりナチュラルな感じがみんなメールだとやっぱりそうですよね。
リにあげた。うん、パセリのがそう投稿してくれた動画、ももちゃんとのやつか。あれね、恥ずかしい。パちゃん、ハムスターのやつって。ハムスターっていうか、なんかちょっと抽選会のやつでくるくる回してるやつ。うん、全然待ち受け、全然嬉しいですよ。とかハムスターみたいだった。うん、とりあえずあの日は寒かったですね。めちゃめちゃ寒かった。好きな食べ物、好きな食べ物いっぱいあるけど、今食べたいのはお寿司。山待ち受けにしたらなんか当たったの、すごくないそれ、すごいじゃん。お寿司は年末、なんだろう、12月31日ぐらいに食べる予定です。お寿司楽しみ。スマホの背景ありがとう。そうですね、おせちじゃなくてね、お寿司派なんですよ。全然なんか特別豪華なのじゃなくて、普通というか、うん、まあ豪華ではない、でもそれが美味しいんだよ。少し楽しみましょう。やっぱりなんて言うんだろう、なんか12月になって本当にゆっくりできる日にが続くので、なんかメールとかブログとか増えていきそうな予感。今日もなんか増えちゃった、結構メール。昨日ね、ブログも2個更新したし、そう、ブログはね、ヘタレたちよの MV 撮影でのそのまとめ、まだ話せてないやつとかをブログでね言おうと思ってて、それができてなかったから。あ、そう、あ、届きました、高尾サンタからのプレゼント。サイン入り生写真。サーヤンかわいい、ありがとう。文章好きって嬉しい。年末年ずっと仕事って頑張れ。そうだよ、逆にそういう片
でもいるから年末年始ね、そう楽しく過ごせるんだよね。感謝だよ本当に。頑張れ。本当にもうなんか私なんか年末とかなんかあそこ空いてるかなと思ってピッて見たら空いてたりしたら、はあ、そっか休みじゃないんだとか思ったりして。そう思ってます、うん、そう福袋ですよね。結局ね福袋予約してないんですよ。結局もう服が多すぎて家に。あ、48の福袋ね。あ、そうか今年ないっけ福袋。去年あったよね。今年ないんか。まだか、まだ販売してないのか。去年あった気がする。ね。あるはずなんだけど、まだまだなのかな。そうそう、メールもねどうしようかなと思ってます。年明けのメールは、うん、もう去年なんか何つ送ったのかな。言って何つぐらいだったんだろう。あれ50通60通、どんぐらい送ったんだろうな。そう34通送るって言って、なんか34通で全く足りなくて、そうなんか小数点になっちゃって、ね、どうなんだろう。だからね今年はちょっと それはちょっと今日今年きりにして、来年はどうだろうな。なんか何かしらしたいなと思ってけど、ずっと何かしらしたいなと思ってずっと考えてる。うん、昨日ドレスを表彰式があってドレス着たのでネイルしてもらいました。でもびっくりだよね、なんか何もこう今日から見られた方はびっくりするよね。そうそう、しばらくは落とさないかも。なんかすぐ落としてもさ、なんか結構爪が傷んじゃうだけだから。うん、あのドレスは私はもらえないけど、多分 STU としてもらえるかも。ね、私もこんなこういう色が自分に合うと思ってなかったけど、なんか画像とかで見たらなんかいいなと思う。なんか映えるかもって思う。そう、私服じゃなかったです。そうです、なんて言うんだろうね、まあ、ちょっと衣装お借りしました。なんか結構直前にドレスが必要ですって言われて、
ドレスなくて、で買いに行く時間もなかったので、それ言ったらそうでした。結構直前が多い。そうそう、フレイ ID だったんですよ。おしゃれですよね。似合ってて嬉しい。そうなの？声好き、ありがとう、嬉しいですあれあれ、そうだね、表彰されたのは初めて。そう、なんかグループ代表してとかは初めてですね。明るめな方がいいか。私いつもなんか結構なんか暗い色を選びがちで、暗い色も好きなんですよ。暗い色選びがちだ。一回何かをね、衣装を選ぶときにまた結構なんかいつも通りこう大人っぽい暗めな衣装をね、これにしようかなって言ってたら、サラピが「えそれこっちがいいよ」ってこっちの方がいいよってよく言って、なんか明るい方を選んでくれて「こっち似合う？」みたいな。うん、そっちなんか地味みたいな、こっちのがいいよ出てくれて、そっちにしました。シップスの服大好きです。シップスちょっと発音というか合ってるか分かんないけど、めっちゃ好きですよ。私は将来シップスの服を着たいと思って、今はちょっとまだだけど、うん、まあチップスではない、チップスではない。シップになってる私。一番好きっていうか、私が好きなのはスナイデルとか。リリー・ブラウンの服が一番持ってるかも。あとでもアイドルになってからはナイスクラップの服が一番持ってるかも。うん、洋服のブランドです。ナイスクラップはアイドルになってからですね。結構なんかアイドルっぽいというか、結構リボンとかフリル系の可愛い系のファッション、洋服が多い気がする。それがだからアイドルになる前はね、なんかアイドルじゃないしなーと思いながら、可愛いなーと思うけどって感じでした。
スナイデルは、スナイデルっていうブランドはね、うん、大人なガーリーな感じです。でリリー・ブラウンはスナイデルよりかはちょっとなんかこうリーズナブルに なりながらも、ちょっとなんかなんて言うんだろうね、独特なデザインの可愛いって感じ。ジェラピケは、私ジェラピケ本当にすごいと思う。これ言ったっけ、ジェラピケさ、多分裏起毛よりあったかい。この前のオンラインサイン会の時に来てたんですけど、なんかワンピースでね、ズボンじゃないのに、あったかいんですよ。びっくりした。柔らかいし、あったかい。ね、お母さんに来てる。確かにお母さんにプレゼントしたい。私いいね、お母さんにプレゼントしよう。私ジュラピケ買うわ。買うわ。私プレゼントね、するの好きなんだよ。決定。そうだよ、猫やアンジェラピケです。でもめっちゃちょっと大人っぽいやつ。そうですね、男性は確かにちょっと買いづらいかも。店員さんがねパジャマ着てるから。店員さんも部屋着スタイルなんで、オンラインとかならね買えるかもしれないけど、あ、メンズあります、あります、ジェラピケメンズあるわ。声で、そうだからプレゼントとかでなんかこう何かこういただくときに、なんかあ、これなんか買いに行ってくれたんだなとか、あんな結構ねキラキラっていうか女の子をしてるところに行ってくれたんやなとか、そういう想像をして。感謝しております。通販いいよね。フランフランで精一杯。フランフランね。フランフランもっていう、なんか女の子のなんかすごい可愛い感じの、なんだろう、家具屋さんというか雑貨&家具屋さんみたいなのあるんですよね。そこも確かにちょっと、でも全然変じゃないけどね。私もフランフランもメンバーと言ったりするんですけど、なんかもうずっとキャキャ言ってるもん。かわいいね、かわいいね。なんかこう時々こうソファーとかテーブルがあって、こ
これひなさんのお部屋みたいみたいみたいなこと言って、これひなさんの部屋やんみたいなあ、本当そうだよね、恥ずかしくなっちゃう。あ、やっぱりひなさんの家やっぱフランフランなんですね。絶対そう、なんかもうそんなイメージがありましたね。うん、クッション確かになんか見たことあると思った。ベッドもフランフランってすごいな。知らん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 って。アフタヌーンティー、アフタヌーンティーってありますよね。なんかカフェと雑貨屋さんがセットになってた。まだ行ったことないんだよな。雑貨屋さんはいっぱいあるけど、なんかカフェはまだ行ったことない。すごい行列がいつもあるイメージ。何知らん知らんって。広島、広島、あ、なんだろう、地下に あったような、地下街にあったような。でもあんまり私詳しくないんですよね、広島。福岡の方が詳しい。笑える。男性でも、うん、なんか全然なんか本人が気にしなければ大丈夫って感じ。結構周りは全然気にしてないかも。スイーツ、私スイーツ屋さんとかあんまり行ったことないんだよな。福岡、福岡にはある。あ、そうなんだ。違う違うけど、スイーツパラダイス、スイーツパラダイスね。いっぱいあるもんな、スイーツパラダイス。スイーツがいっぱいある名前のまんまなんだけど。広島あるよね。マウント。スイパラはもうなんかすごいキラキラした世界って感じがする私は。おもろい。カレーあるんだ。カレー食べたくなるよね。なんかあれカレーって置いてあったら食べたくなっちゃうから、カレーでお腹いっぱいになる。私とスイパラ行ったら楽しい。楽しいかね自分でなんか自分で自分なんか言っちゃった。自分で自分自問自答。楽しいかね私と行ったらどんなイメージしてるんだろうみんな。
ケーキ全種類持ってきてあげるって優しい。じゃあ私とリコチと一緒に行こう。リコチどうしますか。今なったら。私とリコチと3人で。楽しいよ絶対。絶対楽しいよ。こっちにめっちゃ煽られた。嘘。なんだ。ゆこちゃんの動画。あ、ほのたんさんがツイートしてたやつかな。そうですね。ゆこち来たら絶対もう。STU の曲を急に踊り出すから、それを止めるとこから始めないと。踊りながらケーキ取りに行く。絶対そうだな。絶対踊りながらケーキ取りに行くわ。絶対楽しい。なんか前髪を最近なんかおしゃれにしたいなって思ってます。なんか周りのメンバーみんな前髪がおしゃれだから、だから前髪の感じ変えようかなと思ったりして。ヘアスタイル変えたい。
ズムこんな感じです。そんな結構私まっすぐが好きなんですけど、なんか結構なんか横にしてるんですよ。なんかおしゃれ。でも分け目まっすぐが好き。ちょっといろいろやってみよう。さこちゃん最近前髪上げとるよね。伸ばさんといけないんですね。いつも切っちゃうな。そうなの。私はあげない。私はあげない。似合わないもん。ありがとうございました。似合ったら開けるけど別に似合わないもん。そうですね、結構黒髪です。ありがとうございます。嬉しい。かっこよかったですか。リンゴヘア懐かしい。全然してない最近。本当だね。この背景の感じ渋谷だ。本当じゃん。タコって書いてある。たこ焼き屋さんかな。リンゴヘア。なんか美味しいそばで年を越そうって書いてある。1125。私優柔不断です。捨て星って看板あるの。それは味わる。捨て星ってかも。スヌーピー巻き知ってますよ。なんか内側が外巻きで、外側が内巻き。一回私スヌーピー巻きでお願いしますって言ったら、あーそんなのもあったねみたいな。なんかすごい一昔前みたいな。あの言い方になってて。そうそう、だからそれからなんか言えないの。あ前なんだみたいな。
と恥ずかしいやつ。しかも結構大きな声で言われた。そういうのもあったねみたいな。今そう今なんて言うんだろう。分かんない。いえいえ私もスヌーピー巻き派なんで巻きは。でもスヌーピー巻きで合ってると思うんだよね。名前変わったんか、どうなんだろうね。変わったかもしれない。顔真っ赤。ねえ、そう時代は流れてるんだな。あ、そう、たわやかさんだかな。ストレートのイメージ多い。そう、結構ストレートで毛先だけ内巻きにしたりとかが好きなんですよ。それが一番自分に似合うと思ってて、そればっかりしちゃう。毛先だけ巻くみたいな。めっちゃ巻くのはね、私ね、なんかね顔にね、あんまり似合わなくて。なんで？あ、そう、昨日の髪型が、ま、自分の中で結構マックスの巻きです。これ以上したらちょっとみたいな感じ。でもあれはもうメイクさんお任せな感じです。ミックス巻きみたいな。回すの2019年って最近な気がする。ありがとう。髪の毛めっちゃ細いですね。細いんですぐ巻いても取れる。大人っぽかった。確かに昨日は確かに大人っぽい感じだよね。あ、検索してくれたのありがとう。スヌーピー巻きはスヌーピー巻きでやっぱ合ってるんですね。このまま。あ、本当ありがとう。ぼちぼちとぼちぼちと終わろうかな。猫け、うん、猫っけです。でも猫好きだから嬉しい。ちょっと定義が分かんないけど、なんかこっちがね腫れてるんですよね。なんだ、あんま気になんねえか。でもこうしたら家のせい。ヒールでこんな目に。寝不足。うん、でも時々こういう目になるんですよね。メイクでごまかすしかないけど。ファイルね、ファイルね。そう、あの昇格のツアーの打ち上げコンサートの DVD がの絵柄が載ってました。自分のね、そうソロカットとかもねあって、
嬉しかった。かもしれない、ありがとう。結構ね、1月の26日発売ですね。で結構いろんなショップによってクリアファイルの絵柄が違うっていうことで、あれ全部欲しくなっちゃうんだけど、なんかあれね、いいな、あれ。そうそう、もう厳選しなきゃ。そう、会場からすぐ予約した、それはね、特典がねついてて、結構いい特典でしたよ。もうまだ発表されてないよね。結構良きな感じ。そうそう、私も最近知りました。お、じゃあランキング発表しようかな。1位はレッドレーサーさん、2位はめったやさん、3位はまいせんさん、4位はカズさん、5位はまさとしさん、6位はロックオンさん、7位はりょうじいさん、8位はなおなおさん、9位は高尾炭治郎さん、10位はあーさん、11位は立花隼人さん、12位はゼータンさん、13位は F 渋谷さん、ありがとうございます。せいやんさん、りんさん、えいちゃん、きちねさん、こっぺさん、えびすさん、ワンタロウ丸さん、大西くん、けんたろうさん、おたてさまん、いけこぴょんぴょん、なりさん、メガバイトさん、ヨッシーゾンビさん、シンジさん、リョウヘイさん、イモキンピさん、ルイスさん、ケリーさん、ラクラクさん、ヨッちゃん、ありがとうございます。ノットリ太郎さん、ヒラ兄さん、エイちゃん、コナタンさん、ツリケンさん、マエキさん、リンさん、ありがとう。皆さんおやすみなさーい。私もなんかもうすぐ寝ますね。最近ずっと2時とか3時とか4時とかに寝てて、どっちが早く寝れるかってじゃあバイバイ負ける、私は早く寝る自信がある、皆さんより。だってすぐそこにもう寝るもん。でか、競争しても分かんないんだけど、結果競争しても分かんないことに気づいた。まだ会社めっちゃ遅いじゃん。寝たらどうやって教える
そうですね、何時に寝たか。じゃあ寝ても寝たって言っても面白いんだけど。じゃあバイバーイ。バイバイ。あ、ときめきさん、良いお年をいっぱいありがとう。バイバーイ。